場が通り過ぎて行く前に道の向こうへ出かけよう。今が通り過ぎて行く前に
津山からやってまいりました、ローガンズという、バンドです、前の方に素敵な お嬢様たちがご声援いただきましてありがとうございます。黄土色の黄土色の歓声を残念なお知らせですけども、皆さんのご存じの曲はもうありません、あとオリジナルばっかりなんで、まあ、ちょっと辛抱しながら、さっきも、司会者の方とですねお話しさせてもらった時に、まあ、オリジナルをほとんど中心にやってるんですけども、次の曲は、隣の谷口子ぐっちゃんがですね、詩を書きまして、私が、曲をつけた曲あの歌なんですけども、リターンという横文字の、タイトルをつけたのがいいんですけど、よくよく詩を見てみると横文字は全然出てこない、全く出てこないじゃあリターンじゃなくて、戻ろうと、戻ろうかな、うん、戻ろうという曲にしました。唯一僕が作ったあの詩ですので、これしかないです。それじゃあ戻ろうという歌、バックに
少し近くなる。だからもうすぐ君にもうすぐ会える。あら古いボストンバッグに思いを連れて少し少し近くなる。だからもうすぐ君にもうすぐ帰ろうという、ね、歌でした。帰ろうじゃないよ、戻ろうよ。あ、戻ろう戻ろう。いや誰も知らんねん。オリジナルの絵とこうあの歌詞間違えても誰も気づかないとこがね。ああ一番いいです、今年第2回目ということで、大盛況で、大変おめでとうございます。去年の第1回目もちょっとあの Facebook とかなんかで見てぜひ出たいなと思いながらね、書類選考がありテープ審査があり、和田さんの面接がありやっとこのステージに立つことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうです。最終的には ある部門を大草川樽で、最終選考あって見事、合格ということで、和田さんから太鼓判いただきました。今日このステージに立っとるんですけども、ね、手に汗をかいてビチビチです。あ、びちゃびちゃです。ビチビチじゃないな、ビチャビチャ。僕らあの本当にあのさっきも言いましたがフォーク酒場樽でしか歌いませんので、引きこもりぐらいこうあそこに引きこもってずっと歌うんであんまり外でやることはないんですけども、今日はぜひここに出たいということで厳しい難関を突破しながらやってきました。よろしくお願いいたします。それでは次は、アルバムの中の僕たち、うん、非常に言いにくいんですけどね、彼はなんかあの滑舌が良くないんで自分の名前をフルネームで言えないな、なかなか谷口また土地になる。それでは、ね、川木さんが作りました、懐かしいような歌をどうぞ。僕たちです。私が恋しくて夏がやがってくると冬の寒さに憧れる。変わりゆく時の速さに驚くばかり。そんなこと思うのは今までなかった。駆け抜けた時の思い出は色褪せてゆくけど、アルバムの中の僕たちはあの頃のままだね。いろんな出会いと辛い別れもある。
流れゆく時の速さは同じはずなのに、年を重ねるたびに振り返ってしまう。駆け抜けた時の思い出は色あせてゆくけど、アルバムの中の僕たちはあの頃のままだね。駆け抜けた時の思い出は色あせてゆくけど、アルバムの中の僕たちはあの頃のままだね。次の曲も、ちょっとですね、懐かしいかなというような雰囲気で作ってみたんですけども、あの頃のようにという曲なんですけども、あるコマーシャルを見てまして、セーラー服のセーラー服のじゃないセーラー服を着た女子高校生が、歩いてて後ろ姿がコマーシャルに流れるんですけどね、それを若い男子生徒が見ていると、その時にこうパッと振り向いた時の、その女の子の顔がですね非常にいい顔をしてたもんですから、それで、そういう歌を作ってみたいなと思いまして、作ってですね、最初の出足が、セーラー服の裾が揺れてというような歌詞から入るんですけども、初めて聞いた人は何やこれストーカーの歌を作ったんかと言われましてですね、え？こう見てガキさんセーラー服大好きですあの頃のようにという歌を聴いてください、これは、ぐっちゃんがですね、ボーカルを取って汗を今拭いましたけども、今日緊張しとる？緊張しとる。らしいんですけども、さあ行きましょうか、頑張って。はい。というなら
せあの頃に戻って泣いたり笑ったり大人になんかなりたくないと思ってたはずが、タバコくわえ酒も飲んで朝まで遊んでた。青春という文字に憧れ気がついて見ると、いつの間にかそれはもう過去のこと。繰り返すことが人生だというなら、なぜあの頃に戻って泣いたり笑ったり。別れを繰り返し、夢の中で会える友もいる。もう少し、あと少しだけ歌えるのなら、というなら、なぜあの頃に戻って泣いたり笑ったり。そばに近くにいるのは大変ありがたいことです。横断幕まで作ってきてくれて、横断幕、商談幕。向こう向いて見せてほしいぐらいですね。今日ですね、ローガンズという名前の最初説明なかったんですけども、まあ、4、5年前に彼と知り合って、私も、非常にもういい年なんです。本当はこんな派手な服を着てますけども、真っ赤かの服を着て出るぐらいの、年齢になってまして、それでもう 4、5 年前か会った頃から非常に私目が、悪くて、近視じゃないんですけどもね、老眼になってまして、ここに今譜面あるんですけども、できるだけ大きな字で、譜面も作ってるんですけども、それでまあ目が見えんな目が見えんなと彼と言っててですね、そこの某酒場の、ママさんにですね、名前がないんだったら名前を付けてあげるよと言われまして、
いい名前つけてくれるんだろうなということで、期待をしてローガンズという、ね、そのままですよ。老眼なんでローガンズどう？ほんなら二人ともうん、もう断るあれがなくてですね、もうローガンズ死んじゃい、うん、ローガンズ死んじゃいことで、ローガンズという名前、つけました。でもうローガンズというのをネットで、検索するとたくさん意外と出るんですね、ローガンズというバンドがあるようですけども、ただあの老眼でローガンズという名前つけたのは多分我々じゃだけじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、ぐっちゃん、はい、はい、ローガンズになりました。今日はローガンズ2人とお手伝いは金眼の1人くんと、ローガンズと金眼で、やっていっておりますけども軽く頑張ってます。じゃ あ時間もね、押してきて皆さんも非常に退屈されていると思うんで、あと残り2曲となりまして、次の曲は、涙にさよならという曲で、彼がまたカホンで、参加してくれます。
温かいご声援ありがとうございます。どうでしたか今日、今日は3時間半ほど、いろんなバンドの方々やられて、楽しい場面で。さっきちょっとね、あいつでなんか僕がなんかもげたんですけどね、じゃあ最後の曲になりますけども、この曲は、ずっと我々が知り合った頃から、歌っている曲で、この曲をきっかけに、隣の谷口君と言ったら一緒に言いにくいんですけどぐっちゃんともうやり始めて、もう長いですよね。これがきっかけなんですよ。これきっかけで川口さんがやるようになった歌を、その前にメンバー紹介していきましょうか。まあ、誰も覚えてないですけど今日の、金眼君は川原先生です。イエーイ。だからおじいちゃん川北さんです。川北です。よろしくお願いします。それと谷口でよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日はあの楽しい、会に呼んでいただきましてありがとうございました。お客さん大変ご苦労様でした。それから何よりスタッフの皆様、大変ご苦労様でした。素晴らしい企画で大盛況でおめでたいということで、またぜひ3回4回と続くように、よろしくお願いいたします。誰なら僕。それでは最後に、ちょっと手拍子のしやすい歌を選んできました。手拍子のしやすい曲です。横顔という歌を最後にやらせてください。
先生、ギターボーカル川北さん、それと谷口でお送りしましたローカンズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。